おはようございます。今日は朝からセミの声が聞こえていると思います。そんな朝にぴったりのひまわりの花を描いていきたいと思います。今日は久しぶりの横書きです。中央の種の部分から書いていきますね。そして黄色い花びらを書いていきます。今日の花びらは気ままにいろいろな方向に書いていきます。横向きのひまわりです。オレンジ色の花びらも加えますね。額も適当な感じで茎を入れます。葉っぱは今日はハート型に描いていきますね。後から葉脈を入れるので薄めに描いていきます。種の部分を点々で強調しますね。細い0号の腕で葉っぱの葉脈を描いています。種の点々も入れますね。これはブルー系を使っています。少し足元まで出しますね。最後に落款をして元気なひまわりが描き上がりました。皆さんもお試しくださいね。